何好きな人って。楽しいの。え、なんか。いや。え、もしかして？ようやく？まあ、春ですからね。あら、すいません、ちょっと。スキー行ったの？ちょっとさ、鳥みたいな感じです、ね。ちょっとさ、桂ってやめてもらえるか、コメント。え、どう見ても桂ではない。ちょっと桂ってやめてもらえる？は？ガチ勢。まあ、デートしてきたんですよ。うん。桂とね。まあ、上に素材だった。あまあ、いつものやつですよ。はい。前も全く同じ流れあったんでね。うん。まあ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 、まあ、じゃ解散ということで。まあ、解散ということで。まあ、それはそうです。はい。また、すいません。ココのすすきのじゃん。はい、ココのすすきのです。あれ、さっき出てたのココのだよね。はい、さっきのとこです。はい。大通公園じゃねえや。たぬき工事にあるのは？もゆく。あれ、もゆくね。もゆく札幌。うん。で、まあ、ケイさんがね、さっき喋ったとこ、ココのすすきの行ってきたんです。うん。同じとこだ。でね、これがね、カツラくんがね、アンダーテイルっていうゲーム、皆さん、わかるかな？まあまあ、わかる、スマブラとかにも。ね、サンズがね、出てますからね。うん。で、なんかね、いわゆる、ゲーマー焼きっていう、タイ焼き？人形焼きの、ね。そう、人形焼きみたいな。はい、あれの、アンダーテールコラボのタイ焼きが、まあ、カツラくんが、見てえと。うん、食べてえ、見てえ。見たいと。で、なんか、ここのすすきので、そう、売ってるから、うん、3階で売ってるから見たいとかって言って。はい、で、じゃあ、まあ、行くか、っていうことでね。まあ、行ったわけなのですが、はい、まあ、3階なので、さっき K さんが食べたフロアですよ。同じ場所？同じ場所。大人のフードコート。大人フードコート。はいはいはい。で、あ、ここが K さんの言ってた大人のフードコート、フードコートごねみたいな。美味しそうごねみたいな。うん、でね、うん、店はね、ちなみにさっき、あれ何？ベトナム料理。タイです。タイ料理。タイ料理屋があって、中華があって、うん、で、パスタ屋とかがあって、うん、ドリアが、ドリア屋があって。何店舗の？結構あるね。いろいろあるよね。あるある。天ぷらとかもあるよ。あと天ぷらもあって、スープカレーもあるのか。うん、スープカレー侍が入ってるから。うん。あとハブ。立ち飲みの。あ、立ち飲みのところがあったりとかして。うん、で、そんな感じで。でね、もともと僕たちって、スープカレーじゃ食べようかって言ったのよ。へへへ。侍ってお店入ってるから。はい。で、見たんだけど、ちょっと冒険しようぜってふらついた中。いいですね。あ、ケイさんの言った。いいと思うよ、それ。これか、とか。冒険よ。あ、パスタこれか。あ、パスタ結構コスパいいな、みたいな。はいはい。量多くて安いんだよね。え、そう。で、見てったところで、ドリアがあってさ、ここにしようぜ、ここってことで入ったんだけど。ドリア専門店。ドリアとグラタンだったんだけど。うまそうだな、グラタン。カツラくん、グラタン頼んでて。グラタン。グラタン。お腹にたまんないでしょ、グラタン。で、そう、お昼ご飯よ、これ、ランチ。で、僕はもう、ドリアしか見えてないわけ。うん、で、なんかね、ドリアオムレツとかみたいのあんのよ。うんうん、でっかいなんか、卵が上に乗っかってて、その上に、ごっついチーズの塊が乗っかってるやつとかも売ってるの。はい。で、何カツラくん頼むかなと思ったら、うん、じゃあこのグラタンでとか言って、うん、グラタンって思ってるわけよ、僕は隣で。だよね。え、お昼ご飯ですよって。え、うん、米ないけど大丈夫なの、うん、みたいな、うん。え、パンとかついてるとかってない、ない、ない、ないのよ。グラタンってサイドメニューだもんね。グラタン頼むんやと思って。グラタンにご飯ついてるならまだね。そう。で、グラタンも一応、中マカロニだから、まあ、うん、まあ、炭水化物は取れるんだけど、うん、グラタンかーって思いつつ、もうん、まあ、トマトがフレッシュそうなので、グラタン選びました、みたいな。これね、右のやつがそうなの？あ、そうそう。だから右がカツラくんの選んだ、はい、グラタンで、うん、僕はね、左のエビドリアなんだけど。うん、美味しそう、エビドリア。で、さっきKさんの話で出たんだけどさ、うん、なんかこう、大人のフードコートの雰囲気的に、うん、食べ物とお酒を一緒に頼むような雰囲気があるって言ったじゃん。うん、言ってたね。で、食べ物頼んだ時に、うん、お飲み物いかがいたしましょうかみたいなこと聞かれて。あ、まあ、やばいやばい。言ってくるじゃん。うん、で、なんか、僕らって、うん、なんかね、変に貧乏症というか、うん、いらないものいらないわけよ、やっぱり。いや、そうだと思う。で、ここも、やっぱりね、場所柄もあるし、うん、大人のフードコートだから、うん、結構高いわけ、うん。このエビドリアもね、確かね、1400円ぐらいするんですよ。まあ、エビだからね。お昼で1400はきついね。で、量も、うん、言ってはなんだけど、これ店のディスじゃないよ。すごい美味しかったから、うん、量も少ないわけ。ちょっと控えめなわけさ。まあ、1400円にしては。まあ、女性とかもいらっしゃいますからね。うん、いらっしゃいますからね。おしゃれに食べる場所だから。うんうん、で、サイゼリアの
ミラノ風ドリアをちょっと多くしたのえ、それだけ、それ少なすぎだろう、うん、そんな感じのイメージなのよ。3つ食えるよこれじゃ。ディスってないよ、美味しかったからね。1400円あればミラノ風ドリアだから、あ、この作る、ね、うん、この上にお酒重ねるのかと思って2000円いっちゃうね。でここあの僕ずるいからさ、うん、小津呂くんどうするってあ、まあ、ちょっと意見をね、そう意見を伺う感じで、小津呂くんこれどうするかなみたいな。どうするって、うん、もう僕の頭の中だと水でいいですなんだよ、だよね、なんだよ、水でいいですって言い出せないから、うん、桂くんの力を使って、うん、でもで桂くんも、うん、お水はどこかで汲めるのかなって感じだ、うん、この二人のあのなしみったれた感がすごくて、フードコートだからね、水汲めるからね、フードコートだから、いや俺連れてけよって感じだな、それあのね、すっごい貧乏くさく見えたと思う、うん、この二人はぁ、みんな思ってる、下の松屋行ってこいって美味しかったからよかったんだけど、うん、いいお店だったんでね、ぜひ行ってください。でね、あの同じフロアに、はい、ちょっとね、あのゲームセンターというか、桂さんさ、はい、プライズ取るの好きじゃん。大好き、うまいしね、うまいし、桂といえば。でなんかこれやってみますわとか言って、最初何やったんだっけな、あ、ちいかわのモモンガを取ろう、うん、モモンガじゃないな、うさぎ、あ、いや、あのね、モモンガが売り切れてて、うん、あ、それ8割だ、あ、で8割取りますわってやったんだけど、はい、ダメで取れないんだ。でその後、うん、ポケモンの、うん、なんかブランケットみたいなやつ、はいはい、これ取りますわって言って、うん、ダメ で、うん、で成果なしで、うん、まあ、泣いて帰ったっていう経緯があるんですけど、まあ、カツラでも取れないのは取れないからね、途中でやっぱ引くんだ。やっぱカツラくんちゃんと引ける人間だったね、見切りは早い、もう、うん、やりまくってるから、うん、あ、どれぐらいだとか、そうそうそう、確定枠まで行くのに かかるなとか、うん、それの見切りうまいんだよ、あいつ。だ僕もずるいからさ、うん、あ、これカツラくんなんか取ったら僕にくれるやつなのかなみたいな内心思いながらえ、でもね、取ったら絶対くれるよ、これいいんじゃないカツラくん、これ、うん、これあのブランケットいいじゃないこれ、うん、カツラくん使いやすそうだね、使いやすそうだね。さっきの水の時も同じこと思ってたんじゃないすいません、ジュース2つでとか、カツラくん、カツラが大久保さんの分も買ってくれると、そうそうそう、いいじゃない、あ、ジュース飲みますって言った後、うん、しれっと、うん、僕はジュース頼むつもりなかったんだよなクズやろ、じゃあ僕持ちますってクズ彼氏じゃんひでえな大久保さん